はい、皆さんこんにちは、スカイリムですね。アーチェでございます。やっていきたいと思います。これ解除したら敵出てくるんでね、行きますよちょっと一人称戻したい。あ、戻った。やばいやばいけど、多分敵出てくるんでね、追っかけてくるんでね。あ、光を、いやー、あ、はい、助けて助けて。出てきてるでしょ。あ、出てきてない、出てきてないね。普通は出てくるんですけどね、出てきてないね。あれに勝てるかな、勝てる気しんないんだけどね。多分強攻撃直撃すると死んじゃうでしょ私。まあこれでセーブできてるんでいいんですけど、ああこのね、出たことでセーブできてるんでいいんですけどね。あ、戻ったかな、位置に、定位置に戻った、定位置に戻ったみたいね。ただやっぱあれだね、罠引っ掛けたらバレるね。さあ頑張ってやつどれぐらいやるんだ。あー、でも半分ぐらい減ってんね。強いなぁ、警戒してないね。うん、さあもう一回突っ込みましょう。はい、行ってください。勝てる気しんねえなぁ。うわ強いなぁ。でも次はつけれそうだね。よし。あ、何してんだ。違うじゃない。罠だね。あ、間違えちゃった。お前には負けた。やっつけてよ、早く。よし。うまい具合に罠が発動しました。おお、いけたわ。立憲特使に報告する。これ強かったな、乾き。マジかダメージももらうのね。あとは大したことないね。あー強かった。あ、なんとかなりました。寝ちゃいましょうか。8時、あ、夜の8時だから11時間、10時間寝ましょう。あー、たくさん死んだね。ほんとそろそろ軽装備に、軽装ね、上げていく方向で考えないとまずいかもしんない。無理するね、あんなカンカンとか言われると。あ、あとね、この動画ね、あの、たまにグロいの出ますから、鉱山労働者の方がいりませんね。お気をつけください。で、一系特使ってあの女性の方だったかな。大したもんはないですね。はいはい、本、リボン、お、休日上がりました。あー、ラッキーですね。ベイクドポテトはいらないですね。ろくなもんないなあ。黒弾の潜水、うん、あ、でも高くれるんね。いただいていきましょう。さあ、立憲特使にじゃあ行きに行きますか。報告ね。本が転がった。あ、エイドラとデイドラって書いてるね。エイドラだったと思うんですけど、カチュに舞うっていうのは読みましたよね。もうあとはいらないですね。で、上のボルト、あ、宝箱あったね。あ、なんかいっぱいある。回復の薬、小ね。小ね。あとは、あとは食料関係か。せーか。ダメだろうね。お、いける。あー、これほんとね、ドキドキするんだよね。生だから結構、あ、でも3段階目か、生だと。こっちだね。
コールド回復の鉄のインゴットね。さあで、さあ帰りましょうか。あー、ここで 4,5 回死んだね、本当に。さあもうファーストテープでいきましょうか。この辺のクエストは終わったので、立家特使に、そうだね、報告だね。あとソリチュードのクエストも、ソリチュードの従者として認められないとソリチュードの家買えないんでね。あとどこで家買えたかな。ああ、いろいろマルカルスでも家買えたよね。あとはあそこでも買えるよね、あのリフ店。やることいっぱいあるね。あ、びっくりした、発見されたって言ったんだけど、まあそれは街だからね。あ、そうそう、街に入るとね、これ使った方がいいんですよね。すぐ上がるんでね。こう、これ使ってるとね、編成がね、上がりやすいんですよね。人いっぱいいるんでね。まあ、マジックパワー、マジかね、ガンガン減るけど。また上がったでしょ。どうしよう。まず何かできる？できるね。あ、黒弾できるんだ、私。上級にできるんだね。で、火事が上がって、となると、革紐は盗むことになっちゃうね。ちょっとね、フォールアウトと勘違いしてね、ガンガン盗んじゃうとまずいよね。よいしょ。さあ、じゃあ売りましょうか。あ、その前なんか作れるかな。何も作れないね。革でも鎧とか作れないから、ダメだね。鎧が一番いいもんね。あ、ドワーフ結構作れんの？あー、作れん、あ、ドワーフの鎧作れるわ。はい。で、これでおしまいか。エルフ。あー、エルフは何もできない。装飾品いいんですけど、ちょっとダメだね、まだね。あ、首飾り。首飾りね、ルビーとか宝石もまずいけど。あ、そうだ、魔法ね、魔法も結構手に入れないとダメなんだよね、実はね。お、黒弾、あ、黒弾なんか結構いけんだね、私ね。よいしょ、はい、よいしょ、じゃあ売ります。帝国軍の要求にちょっと見てくれ。はい、武器で、よっこいしょ、これだね。あ、乾きはひょっとするとね、あの、あれができるかもしんない。あ、ここだな、あれ、ヘルメットだったね。それとも武器か。怪獣ができるかもしんない。あー、防具だったね、ごめんなさい。黒弾の兜ね、上級。大体360。あー、じゃあ残念だね。また今度にしましょう。武器や鎧が必要な時は、はい、よいしょ。で、気分はどう？病気じゃないか。あ、そうだ、病気だったんだ、私。しまった、ベラドンナ。はい、あー、どっかになかったかな、ここ。あー、しまったね、病気だわ、私。いいこと言ってくれたな、あの人ね。病気なんだわ。あー、ないね、ここ。あるのかもしれないけど、私がもう全然分かってないわ。じゃあ、あら、立家特使、逆？え？こっちにいんの、立家特使。え？違うね。多分立家特使こっちだよね。あー、これだね。ここだね、あの、この正面の。ああ、ここだ、ここだ。そうだ、私病気だったんだ。重関節症だったっけ、なんかだよね。
ああ忘れてました。これがアルカディアで言われるとね、嘘なんですよね。嘘というか、あの人とにかく薬売りたいんで病気って言うんですよね。あなた病気じゃないみたいなこと言うんですよね。もう一度教えてくれ、なぜ私はおとぎ話を追って部下たちを無駄遣いしてるんだ。何の話。ブルフリックが王冠を手に入れたらおとぎ話どころじゃないわ、大問題よ。ノルドは自身の伝統というものを少しは尊重しないのか。ムートが王を選んだと思っていたよ。我々はエリシュフを支援する。ムートが集まれば彼らは分別のある行動を取るだろう。全員がムートに同意したわけじゃないわ。これだけ長くいればノルドが必ずしも思慮深くないのはわかるでしょ。自分の心に従うわ。それがどうした。ウルフリックがこの王冠を手に入れていきなり上級王になるとでも。いいえ、そんな単純なことじゃないの。でもあの尖った王冠は結集する理由の強力な象徴となるわ。でももしこっちが先に見つけたらそしてエリシュフに渡すのか。ムートが不在なら彼女の主張はもっと正当化されるわ。いいか、なけなしの資源をお前に託しているのだ。もしこのことが時間と人の無駄遣いだと判明したら。無駄にはならないはずよ。必ず援助者をここに連れてこい。現地について古い骨と蜘蛛の巣くらいしか見つからなかったらそいつを送り返してもいい。ストーンフィストは抜け目ない。もう王冠を見つけたのよ。でもこっちが先にいただくわ。お帰りなさい。無事で何よりよ。すぐに砦に駐留部隊を送り込むことにするわ。なかなかやるじゃない。感心したわ。あらこの人。でもこの先に進む前にあなたを正式に帝国軍に迎えることにするわ。キュリウス将軍と話して彼が宣誓をするわ。帝国軍に加わる前に皇帝と帝国の全ての市民への忠誠を誓ってもらう必要がある。はい。あらやばい、このリケとこし急に優しくなった。ちょっとギャップも美味しそうだわ。気が変わったのか、帝国の兵士になるんだな。ああ決心がついていない考え。いや、誓いを立てよ。これですね。よろしい。では私の言うことを繰り返しなさい。名誉にかけてタイタスミード二世陛下への変わらぬ忠誠を誓います。あ、名誉にかけてタイタスミード二世陛下への変わらぬ知性を、あ、知性じゃねえや、忠誠を誓います。そして偉大なる帝国の将校たちに揺るぎない忠誠を。ああそして偉大なる帝国の将校たちに揺るぎない忠誠。めんどくせえな。もし与えられた義務を怠れば神の審判を受け地獄へ落とされんこと。もし与えられた義務を怠れば神の審判を受け地獄へ落とされんこと。皇帝万歳、帝国万歳。あ、皇帝万歳、帝国万歳。これで君も帝国軍の一員だな。覚えておいてほしい。我々は自分の面倒は自分で見る。帝国軍に入れば命がけで面倒を見ることになる。ベイランドに会ってくれ。通常は火事に精を出している。装備のことは彼に任せろ。さて記憶が確かならリッケ特使が特別な任務を用意しているはずだ。あー来た、二者択一。何の実績だろう、見えないんですけど、なんか出てるはずなんだけど。あ見てた。だいたいストームクロークの反乱に加わる失敗。あーそれはね、片方に入ると片方が失敗するんでね。尖った王冠、リッケ特使と話す。おーリッケ特使。もう王冠を見つけたのよ。でもこっちが先にいただくわ。はい、引っかかってんだけどね。帝国軍へようこそ。よく聞きなさい。ん？はい。帝国軍へようこそ。よく聞きなさい。ウルフリックの右腕ガルマルストーンフィストが尖った王冠があると信じている場所が分かったわ。それをあいつに取られないようにするの。残りの部下はすでにコルバンヤンド周辺に集まってるわ。ここが片付いたらすぐ行くから、あっちで落ち合いましょう。はい。コルバンヤンドの外でリッキーと腰に会うと。尖った王冠とは何だ。
ハラルド王の時代か、それ以前に作られた伝説の王冠よ。ずっと昔からある黄金時代の強力な遺物なの。伝説によると、あの王冠は古代の竜の骨と歯でできてるの。身につけた者の力を増大させるって話よ。真実がどうあれ、もしウルフリックがあれを手に入れたら、彼の主張を支持する人々にとって強力なシンボルになるわ。あ、リッキーとこし急に優しくなったわ。本当にコルバンヤンドにあるとどうしてわかるんだ。正直言うとわからないのよ。アレシアの軍事活動中にグレートハントがボルガス王を殺した時、一緒にどこかへ行ってしまったの。スカイリムに戻った彼の亡骸はおそらく王冠と一緒に人知れず埋葬されたのよ。継承戦争のせいで場所がわからなくなってしまったの。密偵の報告によると、ガルマルはコルバンヤンドがボルガス王の墓だと確信してるらしいわ。ガルマルとは親しいの。数々の戦争を共に戦った。情に脆いタイプじゃないわ。王冠がここだって確信があればもう見つけてるはずよ。え、この人ガルマルと親しいの？内通じゃないのそれ。ガルマルっていうね、あのウルフリックストームクローク、ストームクローク、ウルフリックのよくすぐ横にはべってるね、なんだろう、腕っぽち強そうなんがいるんですよ。それと親しいのって言ってたような気がするんだけどね。あ、どうして帝国のために戦うんだ？帝国の忠実な市民だからよ。帝国軍の兵士だった両親の志を継いでるのよ。でもスカイリムの娘として国が再び繁栄するのを見届けたい気持ちの方が強いわ。うん、ストームクローグは自分たちをスカイリムの民と呼んでいなかったか。タロスの侵攻を禁止するという、なんて書いてんの、契約か な納得しているのか。これがいいかもしれない。私は軍人よ、政治家じゃないの。個人的な侵攻についてあなたに話すことはないわ。あ、この人はきっとタロスを崇拝してるんだね。戦争を終わらせるにはどうしたらいい？ウルフリックが目を覚ましてくれればいいけど、もう止められないかもしれない。ウルフリックが死ぬか、市長たちの支援を打ち切らない限り終わらせる方法はなさそうね。いずれにせよたくさんの血が流れるわ。あ、この人はウルフリックを殺す気を、殺したくないんだね。なるほど。私のことは待たないで、準備ができたらすぐにコルバンヤンドに行くのよ。あっちで会いましょう。はい、わかりました。あ、なんだろう、この人の見方がすごい変わってきちゃった。ただの乱暴者かなと思ってましたけどね。あなたは特使から命令をもらったはずだ。はい。ここで何をめちゃくちゃ喋ってるんだ。はい、あなたは不測の事態に備えろ。時間の問題だ。行きましょう。じゃあね、ただ病気治したいな。私病気だからね。病気治すのにはどこかにソリチュードってないのかな。祀ってる祠とかね、ないのかな。なかったかな。なかったかな。覚えてないな。ソリチュードね、結構でかいんでね。ウルフリックストームクロークが上級。よいしょ。鍛冶屋がどうのこうのっていう話も途中で出てましたので、ちょっと鍛冶屋のとこ行ってみましょうか。さて、あ、病気治すのには薬を使うか。薬持ってたっけ。失病関係でしたいや、ないよね。ないね。ないね。仕方がない。もうちょっとこの病気のまま行っちゃいましょう。あらららら、ら違うね。あなたかい？帝国軍の要求に終わりはないようだ。トリュー将軍から装備を揃えてくれると聞いていた。そうだ。一つだけ聞きたいことがある。軽装、重装、もしくは中装。どれにする？え、中層なんかあんの？あ、なんだって？あ、なんだって？石膏なら軽装、本格的な戦闘なら重装がいいだろう。それとも
中層が行く。何中層って。中層にしよう。中層了解。これならよっぽど凄まじい一撃でない限り内臓が飛び出すのを防げるだろう。なめちゃダメですよ。重みで体が押し下がることもない。よし、これで決まりだ。兵士一人につき一揃い無料だ。なくしたりボロボロにした場合は他のものと同様支払ってくれ。ほう。あー、これそのまま直接売ったらどうなんだろう。うん、剣に兜、欲しいものはほとんどあるだろう。いらないよこんなの。何これ、重曹と軽曹が混ざってんの。いや違うね。でも縦これは軽装じゃないね。あ、なんだこれ。こんなの言っちゃ悪いけどいらないな。あ、これが中装になるのね。いらないわ、売っちゃおう。売却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 。ね、こっちの方がもう幾分全然いいもんね。あ、あとこれか。あ、あなたお金ないんだな。もう私1万超えてんね、お金が。武器や鎧が必要な時は。さあ、もうアークメイジを舐めてもらっちゃ困りますよね。もうすぐ死ねるからね、服だから。さあ、じゃあね、私はあとクエストだね、かなり散らばってんで、どうしたもんかな。これ何、赤鷲の剣を見つける。これ行った方がいいんだよね。多分ね。多分そうなんですけど。アクラシ、これもあんのか。ゴーザのところへ持っていく。で、これがロリクステッドか。あ、それしよう、先。ロリクステッド行って。だね。で、時間がね、ちょっと良くなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。スカイリム、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。